US-1US-1A 飛行艇 US-1 は新名和工業が開発し海上自衛隊が使用した飛行艇。コールサインはアイボリー。初飛行は PS-1 の原型 PSX によって1967年10月24日 PS-1 改めによって1974年10月6日。なお、 US-1 は日本が開発、実用化した初の水陸両用機であり、離着陸が可能な降着装置を装備している。対戦障害機として開発された PS-1 は、その障害能力が時代遅れで、機体も問題が多かったために大量導入を見送られたが、機体は回収を重ねて世界的に通用するまでになり、 これを多様と飛行艇化する計画が持ち上がった。その計画の一環として、新名話では PSX 開発終了後の1971年に海上自衛隊の救難飛行艇として提案する基本構想をまとめ上げた。防衛庁は1972年と1973年に水陸両用救難飛行艇として計算機の試作機を発注し、 開発が始まった。PS-1 の対戦装備の代わりに、救難機器を設置し、陸上離着陸能力を持たせた。試作機 PS-1 改めが製作され、1974年10月6日に初飛行を行った。初飛行では洋上への離着水であり、初の離着陸は12月3日に行われた。1975年3月5日に1号機が、 納入され、1976年6月に、部隊仕様が認められ、急難飛行艇 US、US-1 と名付けられた。その後、試作を含めて6機の US-1 が製作され、1981年製の7号機からは、エンジンを T64IHI-10E から T64IHI-10J に、換装した US、US-1A となった。 9071、9073 90から9076号機も順次エンジンが換装され、US-1A となった。センサーマスト直線翼の中型機であり、水平尾翼を垂直尾翼の上に配した T 字尾翼を採用した。主翼端にはフロートが装備されており、停滞には消波機構がある。エンジンは石川島張間重工業で、 ライセンス生産した T64 ターボプロップエンジン4機を搭載している。なお、境界層制御装置制御用に T58 がスタービンエンジンも別途搭載している。機体の大きな特徴は、機種に立っている迎え角や、変流のセンサーマストである。箱を3メートルの荒れる海への着水ができるほか、時速50から53ノットで、離水可能な短距離離着陸性能を有している。 60度という深い角度を持つフラップと翼表面の気流が滑らかに流れるようにする境界層制御装置がこの低速離陸、離水性能を実現した。滑走路を持つ基地での航空祭でも驚くほど低速、かつ短い滑走で離陸する様子を見ることができる。主脚は陸上離着陸のために PS-1 より強化、大型化され、 胴体側面に追加されたバルジに収容される。最適化のため多数の案を検討し、実物大モックアップで実証実験を行うなど研究を重ねた。機体には創作用レーダーとして、初期生産型はアン、案、APS-80、後期生産型は、テレフン検査と、トムソン CSF 社が共同で開発した、X バンドレーダーである、オーシャンマスターが搭載されているほか、 着水海域の波行が着水性能以内であることを確認するために、世界で唯一の航空機搭載用波行計を搭載している。機体キャビンには12名分の単価を収容できるが、機内はコックピットを除いて予圧されていない。このため、気圧維持のために高高度を取れず、また低気圧下での飛行は避けなければならないため、飛行計画は気象条件に左右される。 救助訓練のため着水した US-1US-1A のキャビン、海上自衛隊岩国航空基地所属の第31航空軍第71航空隊に7機が配備され、そのうち1機を厚木基地に文献隊として派遣していたが、現在は後継機の US-2 の配備により、徐々に運用機数を減らしている。乗員には、機上救護員などの救助要員も含むために、 12名と多くなっている。飛行艇の有利な点として、洋上での発着が可能なことから、飛行場のない離島へもアクセスできること、ヘリコプターより長い航続距離と、ヘリコプターや船舶よりも、はるかに高速であることがある。US-1 はこれらの利点を最大限に活用した機体である。救助要請を受けると、US-1 は、 紹介機1機とペアを組んで基地を出発、まず巡航速度の速い紹介機が進出し、レーダーやカメラ、目視で要求助者、船を捜索する。発見すると、カメラで撮影、基地へ伝送するとともに、目印のマーカーを投下、無線通信で US-1 へ、1、気象情報、海面の状況を伝え、現場へ誘導する。US-1 は、 基地からも誘導を受け、現場海域到着後、着水前に、海面状況を航空機搭載用波行形で計測、確認する。二次遭難を避けるため、機体が損傷を受けない、海面状況であることを確認した後に着水する。着水後、機体備え付けのゴムボートで、要救助者を救出し、救助後も、哨戒機の誘導、基地からの中継連絡を受けて帰還する。 このように US-11A は紹介機とペアを組むことを前提に開発された機体である。最初に製作された3機は第51航空隊岩国航空分献隊で運用試験が行われ、1976年7月1日に第71航空隊が隊員83名で発足して全機が移動した。7月12日に 調子沖東方300マイルで発生した、キリシャ船乗り組員の手首切断事故で、初出動、海上から羽田空港へ患者を空輸して命を救い、US-1 の実用性を知らしめた。以降、機体は6機に増え、1981年に出動100回、同年に US-1A に機種転換され、1982年3月から厚木に文献体を置いた。 1997年に出動500回を達成。2017年12月に退役するまでの出動回数は患者輸送などが768件、洋上9 1 4 1件の計909回で827名を救助している。海事の機体は潮風に影響されることで、ヘリコプターなどは概ね寿命が短いが、 US-1 も荒波への強硬着水など過酷な運用ゆえに機体の消耗は激しく15年ほどで寿命を迎える。後年はおおむね1年に1機退役、1機が申請され常に6から7機が稼働する状態を維持してきた。1991年からの冷産中規模では後継としてオスプレイの調達が決定され、US-1A は調達終了の予定だった。 しかし、当時オスプレイの開発は、メーカーのベルとボーイングにおいても複数回の試作機全損を出すなど難航を極め、実用化、調達の目ども立たないとして結局 US-1A の生産が再開されることになった。新名和は、この事態を受け US-1A 会のコードネームで事実上の後継機開発に着手した。再生産にあたって新名和、 高南工場は100社以上の関連企業に部品の生産再開を依頼したが、一度は生産終了を伝えた後だったため、資材担当者は関連企業から苦言を呈されたという。次の08中規模ではオスプレイが定率初期生産に入っていたこともあり、その次の13中規模を見越した US-1A 会の指名獲得が優先され、US-1A の調達予定は、 当初なかった。しかし、US-1A 会の開発が、防衛庁と富士重工業の間の汚職発覚によって遅れたため、1999年度に一機を発注。これが2001年度に導入された US-1 からの通算19号機で、この機体をもって US-1 計画は完了する予定だった。ところが、 US-1A 海の試作機の組み立ても遅れ、2002年度に退役が予定されていた機体の代替が間に合わないことが分かった。防衛省は急遽1機を追加発注し、通算25機が2005年2月22日に納入され、US-1A の生産は終了した。 1992年1月23日には US-1A が東京から約 1166km 沖合で、三沢基地所属の F-16 から緊急脱出したパイロットの救助に派遣された。現場での猶予が30分と余裕のない任務であったが、救助に成功した。なお救助されたパイロットは後に在日米軍司令となるジョン・ドーラン空軍中将だった。 1994年2月の小笠原行航系では、目的地に飛行場がなく船舶では、時間がかかるため海上自衛隊の US-1A が使用された。2010年8月12日、海上保安庁から災害派遣要請を受けた US-1A が、急病となった韓国海軍のイージス艦、清掃大王級駆逐艦,艦の乗組員1名を、 宮城県近火山沖8 8 0トルの海上で収容し、厚木基地に搬送した。これは自衛隊が災害派遣要請を受けて、アメリカ軍以外の外国兵を搬送した初の事例であった。2017年12月13日、最後の1機が最終飛行を行い、山口県の岩国航空基地で任務を完了、全機が退役した。12羽に、 日本の紹介機として登場。紹介飛行中に、異星人が操る戦艦のバールによって撃墜される。ウェブアニメ版において、地上の岩国基地での騒動から一機の回マイナス35ビートもども、バイストンウェールに召喚され、現地で、国王イコールサコミズ・シンジローを率いる北上国の、作戦に参加する。あとに、地上の東京湾に再浮上。 クライマックスでの東京湾における一連の戦闘が終結した後に救助活動を行っている。ありがとうございます。